近年急速に世の中にデータが増えていて、まだまだ扱いきれてないデータをデータサイエンスっていう、まあ、武器を元にして生きた形で世の中に発信していきたい。サイバーエージェントにはいろいろな分野の事業があります。部署を横断して新たにサービスを作っていけるような仕事がしたいなと思っています。 Google を選んだ理由としては GCP 上に、まあ、最先端のテクノロジーが詰まっているからです。まあ、その GCP のサービスを使って今回作ったのはバーサスというクリエイティブのデータ化に成功した、まあ、これまでにないソリューションです。バーサスを使うことによって、まあ、これまで俗人的なセンスや経験に左右されてたクリエイティブというものがデータを元にしたより客観的な指標で判断意思決定することができ、より最適な形で広告を作ることが可能です。ビジョン API を導入することによってスピーディーでよりいい形でサービスを作れる。バーサスを適用する以前の広告よりもブランドリフト値が向上しました。 GCP はまあ僕にとってすごくリッチなおもちゃ箱のような感じですかね。いろんなものが詰まってて、なんかこれとこれ組み合わせれば面白いことができたりとか、そういうふうな知的欲求がかなり満たされるサービスであります。より多くの方に刺激を与えれるような、まあ、架け橋になれるような存在になりたいなと思っています。